こんにちは、しざきかのんです。はい、今回はですね、なんと日語りをしないんです。そう、今回は今朝インスタのストーリーの方で質問コーナーを開いて、皆様から私に対して質問を送っていただいたので、それにこの YouTube チャンネルでお答えするっていう企画となっております。なんか喋るの多分これが初めて1本目になるんですけれども、弾き語りもそうなんですけど、まあ、音楽メインのチャンネルではあるけれども、私のパーソナルな部分といいますか、喋ったりとかいろいろバラエティチックなこともちょっとずつ挟んでいきたいなと思っておりますので、はい、ということで今日はよろしくお願いします。はい、早速じゃあ一つずつ答えさせていただきたいと思います。はい、じゃあ一つ目はですね、もしも地球が滅亡しそうになったら最後にどんなことがやりたいですか、という質問です。そうですね、誰にも会えないってことですよね。行きたいところに行きたいなと思ったんですけど、外国とかそういうなんか遠いところに行くとちょっと移動時間とかそういうのがロスになるじゃないですか。だからとりあえず家族と固まって、家族と家族の手料理を食べたりして、好きな音楽を流しながらなんか思い出を話して普通に寝るっていう最後がいいです。最後っていうか地球の最後の日にやりたいです。はい、次、ピアノは毎日触っていますか、っていう質問です。はい、ピアノは今はわりかし毎日触ってますね。今月末っていうかもうあと来週かな、ロゼリアのワンマンが有明アリーナであるので、そちらの方の練習を今はしていて、だからね、毎日触っています。ライブ楽しみにしててください。じゃあ次、週に何日くらい辛いものを食べてますか。週に何日くらい、週に何日くらい、でもほぼ毎日、そんなに頭おかしいくらい辛いようなものじゃないんですけど、なんか何かしらにタバスコとか七味とかそういうものはかけてますね。次いきます。のんちゃんのロゼリアで一番好きな曲は何ですか。そうですね、ロゼリアで一番好きな曲はめちゃくちゃ迷うんですけど、リンギングブルーブですかね。やっぱり私が演じている白金凛子ちゃんが思い入れが強い曲なので、やっぱり私もすごく好きな曲です。ぜひ聴いてみてください。はい、ということで次、髪のセットって何かしてますか。そう、私昨日髪の毛切ったんですね。で、なんか今ね、切りすぎたなって思ってて、ちょっとパツッとしたボブみたいな、ストレートに落ちているボブみたいなのにすごいハマっていまして、でね、私はね、髪のセットっていうのはね、あんまりしてなくて、切ってからも何もしなくなっちゃって、たまにここだけハの字みたいに外側にこう巻いたりとかして、あとはヘアオイルを手にバーってつけて、ポポポポポポってつけて終わりみたいな感じです。あと、自分に自信が持てない時どうしたらいいですか、っていう質問ですね。自分に自信が持てない時はどうしたらいい、自分に自信が持てない時はでもとりあえず自分のことを認めてあげるところから入らないと、なんか負の連鎖になってしまう気がするので、自分のことを認めようと頑張ります。別に今の自分でもいいってまずは思って、思わないとなんか努力できない気がするんですよね。矛盾してるかもしれない、ちょっと難しい質問なので、ちょっとふわっとしてしまったんですけど、まあそんな感じです。好きな魚はって、好きな魚はね、ホッケじゃなくて、なんか銀だらみたいなやつ食べました。すごい美味しかったんで銀だらにします。焼いてんのかな、あれは。焼いたやつです。あとはね、新しいことに挑戦したいのですが、何か楽しかった体験を教えてほしいです、という質問ですね。新しいことに挑戦したいっていう、すごい素晴らしいことですね。何か楽しかった体験、やっぱ私は音楽ですかね。ピアノやってみたとか、弾き語りもそうなんです。そうだな、弾き語りいいな。弾き語りは本当今までずっと別にそんなにやってこなかったんですよ。歌は歌、ピアノはピアノってやんないとできない人なんで、本当に歌は歌じゃないと全然できないって思い込んでたし、なんか弾き語りなんか絶対無理だろうって思ってたんですけど、ずっと出せないけど、もう自分の歌出したいって思って、もうなんかもういいでしょって思って、まあ、出した瞬間があって、そしたらなんか皆様からすごい反響がありまして、すごいありがたいことに。なんで、もうすごいそれはやってみて楽しかったって思えた体験なんで、できないと思い込まずにいろいろなことに挑戦してみるのがとても素晴らしいことですよっていう感じです。
あとは最近ハマっているお酒のお供はっていう質問です。なんだろう、最近ハマっているお酒のお供、塩辛です。塩辛は本当にめっちゃ好きで、塩辛はちっちゃい頃からね、すっごいちっちゃい頃から好きだったんです。本当にもう小学生とかの時から塩辛が好きだったんですよ。祖母の冷蔵庫にあったんですよね。それを多分私は食べていて、最初は気味悪がってたんですけど、食べたらハマってしまって、ちっちゃい頃から塩辛を食べていて、でしばらくして別に塩辛と縁が途絶えてたんですけど、今年の夏くらいから何を思ったか、そのなんか塩辛を、日本酒飲んでる時に塩辛を食べるとすっごいっていうことに気づいて、そう、塩辛にハマっています。あとはね、人生でハマったアニメありますかっていう質問ですね。いろいろあるんですけれども、私本当にハマるタイミングがちょっと人とずれてたりしてて、昨日の話なんですけど、ちょうどなんか私が歌ってみたで、あのAdoさんの新時代私が歌ってみたで、Adoさんの新時代っていう曲を載せさせていただいたのが昨日くらいかな、なんですけども、やっぱりワンピースの曲じゃないですか。で、私ワンピースを実は一度も見たことなかったんですね、一度も。でもなんかすごい、みんなワンピースすごい面白いって言ってるし、すごい大人気だしっていうのは分かってたんですけど、なんかいかんせんめちゃくちゃ長い、何巻まであるんだみたいな感じだから、長い旅になりそうだなって思って手出せなかったんですよね。でもなんかついにそのAdoさんのね、曲をね、新時代をね、歌わせていただいた暁にっていうかそう、ついにね、ワンピースデビューをさせていただいて、まあとりあえずアニメから、漫画じゃなくてアニメから行こうと思って、今4話くらいまで一気に見ました。だからもうなんかやっぱり案の定めっちゃ面白いなと思って、続きが気になってしょうがないから、ちょっと合間を縫ってちょっとまた続きを見させていただこうと思うんですけれども、多分だってすごい続きがめっちゃ長いから、全然、まあ、暇があったら全部見ればいいから、すごい充実した日々になるなって今思ってます。あともう一個くらい答えますね。落ち込んだ時にやっていることはありますか。まあ、落ち込んだ時はね、もうね、やっぱりね、家にずっといたりするとなんかずっとこうね、同じことずっと考えたりとかしちゃうし、あれなんで、まあ、好きな音楽聴いたりするのもすごいいいことなんですけど、なんか全く全然違うとこに泊まりに行ったりとか、弾丸で急に行ったりするんですよね。っていうのするとすごいなんか環境が変わるから、なんか気分転換になってすごく気が晴れるなっていうのを最近感じておりますね。考え方がこういう風にこうずっとこういう風になってしまうのが一番多分良くないから、ちょっと一旦ね、ふって離れるっていうか、そういうのもすごく大事なことだなって最近気づきました。ちょっともう一個くらい答えます。今何分くらいやったか全然覚えてないんですけど、のんちゃんの高校時代どんな感じだったか教えてほしいです。高校時代は高校が結構厳しかったんで、芸能活動禁止だったんですよね。芸能活動禁止だったんだけど、私はもうずっともうバンドとかがやりたくてしょうがなかったから、普通に、まあ、バンドとかはやってて、でも別にアマチュアバンドだし、別に学生バンドだしテレビに出たとかそんなんじゃな何にもないんですけど、なんか大会かなんかに出てネットのなんかに載ったみたいので、それだけでめちゃくちゃ学校の学年主任の先生にブチギレられまして、なんか呼び出されたりとかしててであんまり学校がね好きじゃなかったんですけど、そう、でもなんか中高一貫校で女子校だったんですよ。だからなんか女の子しかいなくてすごい楽しくて、なんか変な子がいっぱいいたんで、私も含め変な子しかいなかったんで、すごい楽しい学生時代を過ごしてきました。はい、そんな感じです。はい、いや今日めっちゃ今答えたと思うけど、今何分くらい撮ったんだろうっていう感じですはい、ありがとうございました。すごい楽しい、やっぱ皆様からの質問ってそう来るかみたいのがたくさんあって、読んでても楽しい気持ちにさせていただいております。ありがとうございます。ちょっと引き続きあのいろいろ、まあ、歌ってみたもそうだし、まあ、弾き語りもそうだし、こういうトーク系もそうだし、いろいろとやって挑戦していきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。また見てください。石崎かのんでした。バイバイ。